Ladies and gentlemen、 どうもドラメ佐々木です。ということで、今回のゆるなんですけども、これね、今回のゆるは、またね、料理の方をしていきたいと思います。前回は確かね、スクランブルエッグ作ったんですけども、今回はね、誰でも簡単に作れる、どこでも簡単に、どこでもっていうか、まあそうだね、一人暮らしとかに、まあ、誰でも簡単に作れる、トーストだね、うん、なんですね。まあトーストを作っていきたいと思います。レッツゴー。材料なんですけども、今回使うのは、バター、バターと、まあ主役のパンと、でマヨネーズを使っていきたいと思います。はい。で、あとはこのね、ガスコンロっていうのかな、トーストっていうのかな、それを使っていきたいと思います。はい。そしてこのパンなんですけど、パンにまず、はじめに、最初にこのバターをね塗っていきましょう。あまりね、がっつり塗っていくと後からね、ちょっとバターの味が強すぎて飽きてしまうので、そこはご注意ください。で、後からね、次にマヨネーズかけるので、マヨネーズもね、あまりね、かけすぎるとカロリーがね、高いので、そこはご注意ください。こんな感じでね、反射して見えないのかな？こんな感じ、こんな感じにね、はい。はい。よいしょ。サクサクっと。まあ、上下やったらね、あとも OK みたいな感じなんで、はい、そしたら、ういはい、そしたらね、こんな感じで OK です。はい。で、メインのマヨネーズをかけていきたいと思います。台風すごいな、ちょっとカタカタカタって、ほんでブシュッとって、ちょっとブシュッて、こんな感じにね、かけたので、まあね、まあ秘密兵器、本当だとこれに、トマトだとかハンバーグだとかね、あと乗せていけば、ハンバーガーみたいになるんですけども、ハンバーガーって言っても、まあもう一つのパンを乗せればハンバーガーみたいになるので、はい、これはただのね、マヨネーズパンみたいな感じなんですけども、まあ、これをまあ、焼いていきましょう。まずこう。はい。だいたいね、トースターで、2、3分ぐらいですかね。で、このピーナッツクリーム、バターっていうの、これは、まあ、何に使うのかというと、まあ、マヨネーズの味が強いんで、まあ、隠し味っていうのかな、隠し味に、まあ、サクッと、塗っていくっていう形ですね。はい。で、これ今ね、トースターがね、トゥーンってなるんでね、トゥーンってなったら、ピーナッツクリーム、バターをね、上、下ってサクサクっとね、こう、こうね、こう、上、下ってこう、こう塗っていくんですよ。あまりね、がっつりやっちゃうと、ピーナッツの味が強すぎて、バターの味が なくなっちゃうんで、はい。
もうすぐ焼き上がる頃かな。はい、まあその間にね、まあ、モンストだとかね結構 やってればもうすぐにねピーンってなるんでね。あと少し、あと50秒ぐらいかな。こういうね、見たことあると思うんだけど、こういう海苔とかって、海苔も、焼き海苔っていうの、こういう海苔も乗せていけばベストだと思います。もちろんね、カレーも乗せるだとかね、うん、いいんじゃないかなと思いますね。カレーパンみたいになって美味しいんじゃないかなと思います。だからといってカレーとね、マヨネーズだとちょっと相性悪いかなと思いますね。でこの間に今、ここがね散らかってるとこをまあ片付けてればあともうチンってなるんでね。で使ったパンをまた片付けて置いておいては、凍ったらねなるんで、うん、出来上がるかな。出来上がるまであと10秒。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。あっちかな。まあ、ざっとこんな感じでね、カリッふわっとした感じで、バターとマヨネーズが塗らさっている、マヨネーズ、シュガーパンっていうのかな、まあ、誰でも簡単に作れる、美味しいパンということで、はい。そしたら、実際にじゃあ食べていこうかなと思います。Let's go。はい、ということで、一応味見。うん、おいしい。こんな感じですね。で出来上がった時には周りにすげえ熱いんで、そこでご注意ください。めっちゃ熱い。今回は、マヨネーズバターパンっていうのかな、まあいいや、マヨネーズバターパンを誰でも作れるパンを作ってみました。動画でよければ皆さんも作ってみてください。よければ評価チャンネル登録お願いしますので、以上ドラマセキでした。バイバイ。